謎の微笑みでございますね。こちらは例の宛先不明の手紙に関係がございまして。進展があったんだね、ロイドさん。ああ、レフランケについてバッチリ調べてやったぜ。レフランケは子供に恵まれず、3人の孤児を養子として引き取ったが、遺産相続で揉めに揉めてね。遺言では一番下の20歳の青年が全遺産を相続することになっていて、筆跡鑑定ではこの青年がズバリ手紙の人なんだね。それでその人はどこに？とっくに殺されてるんじゃないですか。まあそんなところだ。1年前から行方不明さ。教皇庁からも資料が届きました。ミストラルの最後の目撃情報です。ミストラルはここ数十年宮殿にこもりきりでしたが、20年前宮殿以外の場所にて目撃情報がありました。計算合わないことこの上ないですな。その20歳の青年が20年前にミストラルと出会ったとしておいくつですか？生まれていたとしてもまだ赤ちゃんよね。いや、恋に年齢は関係ないぞ。俺が札束にセクシーさを感じたのは3歳の時だ。バカは黙ってろ。赤ちゃんの頃から問題児だったんですね。でもどういうことだ？ミストラルとは会ってないってこと？ですから謎の微笑みなのでございますよ。若き青年は誰の笑顔を見たのでしょうね。お嬢様、改めてその場所を調査していただけませんか？時間はだいぶ経っていますが、目撃者は人間だけとは限りませんよね。邪用にでも聞けって言うの？いいよ、行ってくるさ。
ルカラーとハッツともらったと ミストラルトカゲたちだな。もしお前たち20年前ここにご主人様が来ただろう。その時何があったのか教えてくれないか。様子がおかしい。何かに操られているみたいだ。仕方ない。どこで道を間違ってしまったのか。今となっては私の死を望むものばかり。あなたの微笑みだけが本物でした。あなたにいただいた命です。誰にも汚されたくはありません。魂だけでもあなたのもとへ。こんなに血が滲んでこの手紙を最後に。くそ。ミストラルの宮殿だ。私が地上に来たのは夜の君の魂を探すためでした。あの頃は島中をさまよい歩きましたわ。でも夜が教皇庁の管理下にあると知ってこの宮殿にこもったのです。宮殿を出たのは一度きり。何者かの魂の叫びに誘われて外に。それが今から20年前のことなんだね。ええ。でもそこにあったのは若い女の死体だけ。きっと邪妖に襲われたのでしょう。立ち去ろうとしましたが何かが引っかかって、そうしてしばらく死体を眺めて気づいたのです。死体の中に別の魂があると。死体の腹をこの爪で切り開いて私自ら取り出したのです。あんなにもか弱く小さな人間を私は初めて目にしました。風にも消えそうな儚い命の灯火。それなのになんと盛大に泣き叫ぶことか。あれは保護を求める魂の叫びでした。それなのにあの子は幸せではなかったのですね。死を願う者ばかりに囲まれて自ら死を選ぶなんて。手放さなければよかった。あの子の魂は私を、私だけを呼んでいたのに。ミストラル、あの子の心臓を食べたトカゲがきっとあの子の魂を宿していることでしょう。見つけたらもう二度と手放さないわ。うん、あなたなら優しいお母さんになれそうだもの。アーナス、ありがとう。
お疲れ様でした。なんとか家の青年は相続問題を苦に自ら命を絶ってた。でもミストラルが魂を探すって、彼女20年前にまだ赤ん坊だった青年を救ったらしい。笑顔はその時見せたんだろうね。そうでございましたか。妖魔の母性に救われた子、人間の欲が殺しにかかるとは皮肉ですな。後味が悪いぜ。でもその人は魂だけになってやっと自由になったのよ。リュレーテスはそう思うんだ。だって生まれなんて選べないもの。その人の魂が望む場所に行けるといいわね。うん、そう、本当にそうだね。